早すぎだね。ありがとうございます。おはよう。おはようの隣に慣れちゃったってどういうこと？あれ？私今テロップ書いてるの？消え去られたんだけど。あ、待って。リップ塗ろうと思って忘れてた。唇に色がさすがになさすぎる。え？色なさすぎじゃない？昨日はね、配信終わった後にお風呂に入って、お風呂から上がったらふわりあいやってた。やってたってか、やる10分前だった。ちょうど良すぎ。ふわりあい見てから寝ました。ふわりあいもね、もう3週目だから、あっという間、早すぎる。次で最後かな。次、チタンアクセサリー作りをして最後な気がします。早いね。楽しかったの。わー、赤ずきんちゃん、ぶんちゃん、ありがとう。朝からありがとう。朝から赤ずきんちゃん降臨させてくれてありがとう。うわー、ありがとうございます。ありがとう。残り2日ね、みんなで頑張っていきましょう。あと2日しかないって、やば、早すぎて怖い。そしてね、今日は10月の17日ということで、私のお誕生日までも残り1ヶ月となってしまいました。うわーどっから声出してんねんみたいな声になっちゃった。うわー、やばい、あと1ヶ月です。仕事なのでキラキラ泣けたら離脱します。ありがとう。キラキラ泣けでも本当に忙しいのに投げてくれてありがとう。早すぎ。今日も元気っすね。元気。ちなみに今日は15分前に起きたよ。なんかいつも配信とか1時間前とかには起きてる。特に昨日一昨日の朝配信は45分前に起きて、まあ、支度して朝ごはん食べてから配信してたんだけど、今日はもうあの15分前に起きてコンタクト入れて前髪直して着替えただけ。まだ顔すら洗えてない。今日はまだ15分しか経ってない。朝起きてから、朝ごはんもまだ食べてない。終わってから食べようと思って。755で起こされた。申し訳ねえ、本当にすいませんね。いや、そう、前髪整えればなんとかなる、そうとこの期間中に判明しました。なんかちょうどさ、このイベントのさ、一番最初始まる初日の日に美容室に行ったんですよ。でしたら髪の毛めっちゃさ、サラサラになってさ、前髪の長さもさ、すごい今ちょうどいいから、本当だったらいつも前髪直してアイロンまでしなきゃいけないんだけど、ちょうど美容室に行ったばっかりということもあり、前髪にアイロンする必要もなく、本当に前髪整えただけみたいになっちゃって、この1週間ですごい楽をするようになりました。そんな綺麗な寝起き姿いる？あ
ありがとう。ありがとう。いい意味です、みっかの。え、本当に。あ、でもカラコンは入れてる。今日は夜公演があるので、コンタクトをカラコンにしましたので、まあ、それもあるかもしれないけど。1位になった、ありがとう。ちょっとね、そう、昨日はね、夜ちょっと2位になってしまったんだけれども、もう本当に僅差だから、ずっとありがとうございます。もうあと残り2日だからね、このままいい調子で終われたらいいね。というわけで、ここからは昨日の続きをしていこうかと思います。会社到着しました。バイバーイ。元気でな。会社でな。それではやっていきたいと思います。昨日来れなかったから100室楽しみ。あ、本当に。なんかそんな大した質問じゃない、大した質問じゃないわ、失礼。みんなから募集しといてそれは失礼じゃなくて、そんな聞いたことあるよそれっていう話しかしないと思うんですけど、でも意外ともしかしたら話したことない内容も、ね、いっぱい出てくるかもしれないので、それではやっていきたいと思います。じゃあ今日は41個目の質問からスタートします。え、どこまでいけるかな。もう私この時間で終わらせるつもりでさ、いるんだけどさ、配信スケジュール的都合上、え、終わる気しない。でもいけるとこまでいきますね。41個目の質問は、最近嬉しかったこと、最近嬉しかったことは何だろうな。いや、みんなが配信見てくれること、それは本当にそう、そう、みんなが配信見に来てくれて、ずっと、ね、この配信期間中1位にいられてることですね。本当にみんなの愛をめっちゃ感じてる。あとは生誕グッズを皆さんがゲットしてくれたこと。生誕グッズをみんながゲットしてくれて、誕生日を楽しみにしてくださってるということも嬉しい。なんか具体的にこれっていう、なんか嬉しかったエピソード、ああ嬉しかったな、嬉しかったノート、でもこの前更新したわ、この前更新した嬉しかったノート、あれですね、耳は SNS の更新を頑張ってるってスタッフさんに褒めてもらえたこと、インスタの更新をね頑張ってるって褒めてもらえたっていうのが一番最近の嬉しかったノートではありましたね。でも本当にここ最近なんか大きく見ると、やっぱイベント中みんなにはずっと感謝しかしてないのでかな。かな。次、42個目、得意なスポーツありません。得意なスポーツありません。強いて言うなら、強いて言うならこれスポーツって言うのかな、言うのかな、飛び箱。体育の授業の種目やん。強いて、すごくすごく強いて言って飛び箱、飛び箱だけはねできたんだよね私、体育の授業。スポーツだよね。そう、飛び箱7段8段とか飛んでた。あの飛び箱の上ででんぐり返しするの得意。足の長さ生きてる。そうなの、飛び箱だけは唯一できた体育の授業、それ以外はもう無理です、全てロイター板使って、そう、さすがにさすがにロイター板使わず8段はちょっと無理。
やってました。これスポーツって認めてくれる？じゃあそれでじゃあそれで次43、得意な科目。あー、これも結構難しい。私オールマイティだったので、学生時代割と、まあ、体育以外、体育を除きのオールマイティ、あ、体育と歴史除きのオールマイティだったので、割とね、どの授業もちゃんとやってたけど落ちたったありがとうございます、ゆきさん。家が建ちましたありがとうございます。お家くれてありがとう。すごい、朝から2個も立ってる、ありがとうございます。好きな科目か。でも数学、いや、うん、数学かな、数学かも。強いて言うなら数学が得意だったかも。でも文系でも文系ですよ。数学と英語割とできたから、どっちも好きだったけど、どっちかというと数学の方が、なんか答えがパッて一個の一個の答えが出る方がすっきりするんで、数学が好きかな、どっちかというと、はい、です。次44、テンションが上がる瞬間。うわー、なんだろう、これなんだと思う？私がテンション上がってる瞬間って何？あ、やっぱさ、でもさ、スイーツかも。美味しいものとかスイーツある瞬間、美味しいものの瞬間。あ、おしゃべり会もそうだね。それはそうだと思う。私多分おしゃべり会ぐらいしか元気じゃないあんなに元気でいるのはおしゃべり会だけだよ。言っとくけど、おしゃべり会の時にみんなうるさいとかって言ってくるけどあんなにうるさいのはおしゃべり会の時だけやっぱさ、美味しいものが目の前にあった時じゃない、テンションがもうこのすごいグッて上がる瞬間は、うんってなるうわーってなるから、それかな、美味しいものを目の前にした時、うん、その顔見るわやっちゃう、めっちゃやっちゃう。そうなんだよね、はっってなる次、初めて買った CD、 45個目、初めて買った CD は、私は板野友美さんの Dear J ですおしゃべり会で美味しいものあったらもう帰り来れるやん。確かにおしゃべり会でこうなってたところにこうなった。いや、だからおしゃべり会ビットのご飯だったら私帰りよりうさかったからよかったんじゃない、ビットじゃなくて逆に悲しかったけど、ビットだったらうるさすぎてちょっとダメだったかもしれないこの前のね、つまめさんちゃんあ、そう、ビットじゃなかったんだよ。それで初めて買った CD は板野友美さんの Dear J です。あ、違う、嘘ついた。あ、まあ、CD だとそうかな。実際には多分初めて買ったのはあれです、ここにいたこと、アルバム、小学校でも同じぐらいの時期かな。どっちが先だ、どっちが先だろう。いや、Dear J の方が先かな。でもそのどっちかです。初めて自分で買った CD とアルバムはそれです。 Dear J とここにいたこと、わかる、めっちゃ懐かしいよね、うん、めっちゃその時代の曲って感じその時代の曲って感じがします、うん、
なんかめっちゃ聞いてた。しかもなんかその頃って友達もなんかみんな AKB 好きって感じだったから、みんなここにいたことのアルバム持ってて、今考えるとすごいよね、小学生が全員さアルバムの CD 持ってるのすごくない？持ってて、みんなでずっと聞いてた。みんなそれぞれ持ってるからみんなで聞いてた。12年前、ここにいたことの方が先だった。あ、本当に？じゃあそっちの方が先かな、先に買ったかもしれない。ディア J も本当に私 AKB さんの中でエタンともみさんが一番好きだったから、一番最初ね。だからともちんさんのソロデビュー曲買って、で当時なんかサマンサタバサと結構コラボしてたの、ともちんさんが。でなんかサマンサタバサのなんだっけ、なんかバッグにつけるチャームみたいなリボンの、なんかチョコミントみたいな色のリボンとか持ってた。小学生がサマンサタバサ持ってるってって感じなんだけどでも本当にそれぐらい、そう、もうお揃いにしたくて買ってもらったんだけど、買ってもらったやつ持ってた。懐かしいです。次、46日目、休みの日は何してる？お休みの日は出かけてます。基本買い物に行ってるか、カフェ巡りしてるか、基本はアウトドアですね。時間があればキャンプも行きたいし、休みの日家にこもって一日が終わるっていうことの方が少ない。まあそういう日もあるけど、めっちゃお仕事が続いた後とかはどうしても一日家で一回休みたいみたいな日は、まあ家にこもったりするけど、そういう日はお家でドラマ見てたりするけど、基本はもう外に出かけちゃいますね。マリちゃんと逆だねそうなんですよ、外出ちゃう、もったいないと思っちゃうんだよね、なんか外出ないといや言って、でも別に外に出たからって何か買うわけではないんだけど、なんかもったいないなって思っちゃうから外に出ちゃう。次、47個目、一つだけ願いが叶うとしたら何を願う？これは難しいですね。一個だけ願いを叶えられる。え、なんだと思う？一個だけ。結構むずい。今、何？一個だけ願うとしたら。足のサイズ小さくする。わあ、待って、それ結構あるかもそれ結構リアルにそうかもしれない。なんか一個だけ願いを叶えられるとしたら、叶えて終わりのものじゃなくて、叶えたことによってあのその後が楽になるとか、そういうのがいいじゃん。わ、足小さくするがいいわ。え、それがいい。無限に願いが叶うこと、あ、それを願えばいいのか。それは頭いいね。足ね、そうだね、24センチぐらいにしたいね。1センチぐらい縮めたいね。本当に靴がなくて困ってる。え、そう、この前さ、風流フェスの時にさ、私靴なくて、そう、あのなんかもともとそのあれ渡り鳥の衣装だったじゃないですか、風流フェスで。渡り鳥の衣装の靴私小さくて、 MV 撮影はみんなと同じ靴でやったんだけど、もう足痛すぎて無理で、でその後靴を変えてもらったんだよね、 MV 撮影の後に。だから一人だけ違う靴だったんだけど、でもその変えてもらった違う靴が入ってなくって、
だから MV 撮影の時に履いたみんなと同じ靴しか履いてなくて、まあ数曲だからいいかと思ってそれでやったんだけど、そうなんですよ、靴がねないんだよね。そうあとさ、いつだったっけ、あそうそう、トレーナーさんにさ、そのこの福島の時に足痛めてたんだけど、福島から帰ってきた後何日かふくらはぎをさ痛めてたんだけど、その時にトレーナーさんに見てもらった時にね、なんか靴ちっちゃいの履いてるのが原因かもしれないみたいな。私も足の指をさ曲げて靴履くのが当たり前になっちゃってるの、ちっちゃい靴履いてるから、なんか足の指がもう勝手に曲がってて指を曲げちゃうのね。だからそれでなんか変なところに力が入っちゃうからなんか足を痛めたのかもしれないみたいな。だから肩こりとかも別に姿勢がめっちゃ悪いってわけじゃないのにすんごい肩こってるから、それももしかしたら靴が原因かもしれないって言われて、えそう足の爪もね、なんか私一時期足の爪が真ん中だけ生えなかった時があったの。ちょっと怖い話するんだけど、なんかこう爪がさこうあるじゃないですか、でこの爪の先端とこの根元のところはあるんだけど真ん中だけ爪が生えなかった時があったのね。でなんかその時にお医者さんに行ったら、なんかそれも靴ちっちゃいのを履いてるのが原因って言われて靴ちっちゃいの履いてるの原因で爪真ん中生えなかったんですよだからなんかいろんなねところに支障をきたしていて、私の体のそう全ては靴が小さいことが原因であることが分かって、だからやっぱ足ちっちゃくした方がいいんだと思うそうなの、だからやっぱ足ちっちゃくするわ、願い1個叶えられるなら。だってそれでさ一生もうさね楽に生きられるじゃん、可愛い靴がないとかって思う心配もないし、いや本当にそうなの、だから指ちっちゃくするね願いが叶えられるなら。あそう歯の噛み締めも多分そうなんだと思う。私思った、なんかそのこの前歯医者さんに行ってから昨日とか結構意識してたら、気づいたらめっちゃ歯食いしばってて、あーダメダメダメって思って話してた歯を。いやそうなの、気づいたら結構本当にちゃんと歯食いしばってた、あ原因これかみたいないや絶対あるよね、足困るわ可愛い靴が履けるようになりたいよ誰か靴作って願い、結構切実に願ってる次これ難しいね、48個目、超能力間違った超能力です、超能力じゃなくて超能力、超能力を得られるとしたらどんな能力？超能力でしょ。いや人の心を読み解ける能力は結構欲しいと思ったりするんだけど、でもさそれで知りたくないことまで知るのも嫌だなと思って、だからうーん超能力か、足のサイズを変える能力はっ、でもその能力さ自分にしか使えないくない？人の足ちっちゃくしてどうすんの人を好きにさせる光線、いや結構それに近いかもしれないな、みんなが好きに なっちゃう能力を、なんか見えない光線を出す能力あれ
気づいたらちょっと耳のこと好きかもしれないってさせる。もう持ってない、もうある、もうある。じゃあ私実は超能力者だったんだ。今日も発揮してくるね。じゃあ今日の公演でも、今日の公演でも超能力発揮してくる。そうか、私って超能力者だったんだ。やったー。いやでもまだちょっと修行が足りないみたい。でも昨日写経してきたから。自分の心を落ち着かせて写経してきたから、ちょっとまたねその能力をさらに発揮できるかもしれない。今日の公演頑張ろう。今日の公演でじゃあちょっと超能力発揮してくるね。写経でレベル上げた昨日。楽しみ。今日の公演紙どうしようかな、迷うの。お元気。ありがとう。お元気だけ反応しちゃう。じゃあちょっとその能力も持ってたということで。次、あこれ簡単。49テストはコツコツ派、一夜漬け派、どっちに見えますか？めっちゃコツコツ派です。ゴリゴリのコツコツです。ゴリゴリのコツコツです。はい。だって真面目だから。本当にコツコツ。なんかだいたいテスト期間でさ、2週間前から始まるじゃん。テスト期間っていう。なんなら2週間前よりもちょっと前ぐらいから始めたりとかするテスト勉強で。なんかテスト勉強っていうかさ、テストの時ってさ、なんかテスト範囲こっからここまでって言われて、なんかそれに合わせたワークとかが全部決まってるじゃん。提出、テストが終わった後に提出してくださいみたいな、ワークの提出期限も一緒に出てくるじゃん。でもだからまず2週間のうちの1週間の間にそういう提出物は全部終わらせて、それ別にそれをやったからって私はテスト勉強だと思ってないんですよ。で覚えられないし、そんなんやったところで。だからワークを終わらせるはワークを終わらせるに過ぎなくて、それは別にテスト勉強じゃないから私にとって。だから2週間テスト期間2週間のうちの1週間の間に提出物のワークを全部終わらせて、そう終わらせて、で残りの1週間でそのテストのために覚える期間にするみたいな。でだからワークをその自分が覚えるまでやったりとか、なんか自分のための教材作ってた、そのワークとか教科書をまとめて赤シートとかで隠せるように自分のそういうテスト勉強用のノート作って、で作ったそれを赤シートで隠すんで、だからそもそも自分で作ってるからその時点で頭に入るし、赤シートでこう隠せるようにしてより入るようにするとかやってた。そうだから提出物はもう絶対に間に合うし、1週間2週間前に先に終わらせてるから。そうでなんかもうあとは毎日朝5時起きとかで勉強したり、5時4時とかに起きて勉強して、夜は11時ぐらいまで勉強して寝てみたいなスケジュールを組んでた。定期テストね、何位でも中学校の時は全然そんなことなかった、全然普通真ん中くらい。中学校高校はその自分の学力に合った高校に進んだから、その割と上位をキープできたって感じ。クラスでは1位とかだったけど、学年だと6
5位6位7位とかそんぐらいだった。でも別に自分の学力に合った高校に進んだに過ぎなくてそう、なんか本当はもうちょっとその高校入学するときにもうちょっと自分のレベルよりも高い高校に進めたっちゃ進めたんだと思う、その中学校の学力的に。でもなんかそこで下の方にいるよりもなんかそのまあ下げるわけじゃないけど、その自分が上位にいられる学校の方が良くないみたいな、下の方でなんかいてなんか毎回すごい順位悪いって落ち込むよりも自分が上位にいられるぐらいの高校に行った方が良くないみたいになってその高校に進んだから、そうだから別にそんなすごいわけじゃないけどそんなにすごいわけじゃないけどクラスで1位とか取ったりしてたですなのでめっちゃコツコツ派です、はい、次、よく使うアプリ、あ、これちょうど50個目の質問、50個目よく使うアプリはもうこれはインスタだな。 X よりかはインスタの方が使うね。でもあとはやっぱカメラだね。自撮りするもう仕事なので、自撮りするのが仕事なのでもうカメラアプリだね。 B6 じゃなくて私はユーライク使ってます。ユーライクが一番使うね、インスタとユーライク、うん、ショールーム、まあ確かにショールームは今はそうだね。でも言うて1日に3回とか4回しか開かないから、確かにショールームは1日3時間使ってる。え、どうなんだろう、スクリーンタイムじゃなくてあれ、なんかアプリのさ使ってるやつって何で見るんだっけ。あ、え、でもさ待ってこの携帯でショールームしてないからちょっとあれなんだけど、この24時間の間のあのアプリの、まあ、バッテリーの使用状況か。でも一番上に TikTok がいるえ、確かにさ開く頻度で言ったらカメラアプリが多分多いと思うんだけど、別に自撮りサクッとやったらめっちゃ使うわけではないから、まあ、開くのは一瞬だよね。確かに長時間使ってるかって言われたらそうじゃないから、写真撮ったら終わりだもんね。うん、そう動画だからね、そう見始めたらね。そうだよ、あ、アプリのし、あ、これ制限だった。TikTok、あ、でも次が X。TikTok、X、TVer、インスタ、メール、サファリ、ユーライク、ショールーム、LINE になってる。でもこれが携帯で配信してたらまたちょっと違うと思う。だね。でもほんと基本そこしか使わないね。あと写真それしか使わないわ。こんなにアプリ入ってんのに携帯の中に使ってるの多分それだけだと思う、うん、そうバッテリーだからね、そうなっちゃうね。です。51、子供の頃どんな子だった。どんな子だったんだろう、子供の頃。あ、でも人見知り、本当に喋れない、友達いない、友達を自分から作れなかった。なんか誰かから声をかけられてそっから友達になるみたいな、だから自分から声をかけて友達を作ることは一切ない、一切なかったです。でなんか私の
周りすごい可愛い子が多かったんだけど、そう、なんかそういう、だから声をかけてくれた子と仲良くなってたから、割とその仲良くなってた子はなんて言うんだろう、イケイケな子が多いというか、なんかクラスでもすごい男女から人気があるみたいな、そういう子と一緒にいることが多くて、だから私ある時なんか一軍にくっついてる女みたいな言われたことあるそう、私が普段一緒にいる子たちは、まあクラスカーストみたいなので言うと一軍とか、そのなんか男女どっちもに好かれるような、そう、なんか上位にいるような一軍みたいな子たちと結構一緒にいることが多かったんだけど、でも私からは多分一軍の要素なくって一緒にいた子がたまたまそういう感じの子が多いっていうだけで、一軍にいるくっついてる人みたいに言われたことあるえ、そう言われたの、ちょっとひどくない言われたんですよ。そう、ひどいよね、男の子に言われたことあるあなたは一軍じゃないよみたいな言われ方だよねそうね、私のお友達は結構そういう、そう、ね、クラスでも先頭にいるような子の方が多かった。そう、小学校の時、小学校5、6年生ぐらいじゃないかなとかだったでもなんかすごい、まあ、分かりやすい表現ではある決して私からはそういう要素はないんだろう。でもそれって多分自分から多分声かける感じではないからじゃない、って思う。そう、なんかほんとあんまり喋んない、静か。でも中学校の時変な行動してるからな、ちょっとわかんない、自分でも自分見失ってるわ、わかんないわ。なんかおとなしい子のはずなんだけど、なんか中学校の時とかはなんか変な行動いっぱいしてたから、思春期変な行動いっぱいしてたから、ひよこーとかねちょっとわかんない。でもまあおとなしかったことには変わりないはず。それでおとなしいって言ったら怒られるか、でも人見知りが一番でも、うん、合ってるかなですね。次、ストレス解消法52個目、ストレス解消法。そもそも私あんまり多分ストレスを溜め込まない、いや溜め込んでるな自分では溜めてるつもりないんだけど、だから気づいたらすごい溢れ出ちゃって周りに被害をきたすっていうタイプのちょっとめんどくさい女なんですけどそう、なんか言われた、あのすごい吐き出してちゃんとって言われたことあるなんか溜め込んじゃって、溜め込みすぎて自分でどうしようもできなくなって溢れ出てからだと、いろんなところに被害をきたしてちょっと本当に迷惑だからお願いだから溜め込まないでってそう言われたことあります。だから多分解消できてないんじゃないストレス解消法というよりもあーってなっちゃう、もうだーってある時ふと自分の感情がもうわーってなっちゃう時があるから、基本は多分溜めちゃうタイプなんだよね。そう、決壊しちゃう。で、決壊しちゃうとさ、もう絶対誰かがこうやって回収しなきゃいけなくなっちゃうから、だから自分でね、それこそストレスを解消する方法を見出さなきゃいけないんだけど、でも最近は多分それが少ないから、そもそもストレス溜めてないんだと思う。最近はその溢れ出ちゃうみたいなことがなくなりましたね
だから最近はあんまりそもそもストレスに感じてない、自由にやらせてもらってますとっても。そう、いや確かにでも日々楽しむって大事だよね。そうかもね。なんかだから楽しむようになってからストレスってたまらなくなった。ストレスって思ってるわけじゃないからあれだけど、なんかそういう溜め込んじゃうっていうのが少なくなったから、そう、なんか一個一個なんかちっちゃいことでも楽しんだりとか嬉しいなって思うようにすることなのかも。別にそれを意識的にやってるわけじゃないけど、でもそうなるようになってからは割と安定してるから、ポジティブに変換するのが上手。うん、そうかも、そうかもしれない、うん、ポジティブになったのかも。もまめが11日から届いてないけど、あ、それもしかしたら再登録してもらわなきゃいけないやつかもしれないですごめんね、ちょっとあのシステム的な問題で登録が勝手に解除されるというのが数日前にありまして、そういえば多分それが原因かと思いますので、再登録をお願いします。ごめんね、メールはめっちゃ送ってるよあー待って、赤ずきんちゃん2人目来た、ありがとう、おいしいさんありがとうございます。赤ずきんちゃんが2人になった、ありがとう、みんな朝から本当にありがとうございます。職場着いたから頑張って、あ、いってらっしゃい、ありがとうございます、本当にみんなお忙しい中ありがとうございます。あと15分ぐらい、待って、あと15分で絶対に終わる量じゃないのよ、ありますね53、尊敬している人、あー難しい、尊敬してる人だからこのペースじゃ絶対終わんない、やっと半分。尊敬してる人か、なんだろう、誰だろう、そういろんな分野にいる、やっぱさ、なんかこの人っていうなんか人って実はいなくて、うん、例えばこうアイドルでいる中で NGT48 として活動してる中で、なんだろうな、こうパフォーマンスみたいな表現力みたいなところで言ったら、やっぱ日向さんってめちゃくちゃ憧れ、もう尊敬してる、めちゃくちゃパフォーマンスとしてすごい憧れてるところあるし、でマリナさんのなんかすごい考え方とか、なんか人に伝える能力とか、なんかそういうところもすごい尊敬してるし、私はあのテニーの諸橋さんの食リポが大好きなんだけどなんか食リポの分野で言ったら、本当諸橋さんのなんか言葉の選び方とか伝え方とかめっちゃ好きだし尊敬してるし、なんかそれぞれの分野でやっぱいらっしゃるね、尊敬してる人だからこの人っていうのはあんまりないけど、なんか自分にはねそういう人あんまりないけど、この人っていう尊敬する人あんまりないけど、でも自分がなんかそういう風にはなりたいと思う、この人っていう、なんかもう全てにおいて尊敬できる人みたいなのにはなりたいと思ってる難しいけどね、そうだからまあすごいオールマイティーにもう全てにおいて尊敬できるっていう、なんかもう神の領域みたいな人になるのは一個の目標かもしれないそう、そうなりたいなって思う、
お仕事してきます。ありがとう、朝から頑張ってね。ありがとう。そう、でもなんかファンの方が私のこと尊敬してるって言ってくれることめっちゃ多いの。推しに対してさ、尊敬してるって思えるのってすごくない？すごくない？なんかその推してる中で尊敬するもあるらしいけど、なんかそのもう尊敬枠としてなんか押されてる時あって、たまに推しは別にいて、でもその推しとは別にもう生き方が尊敬みたいな、尊敬枠で押されてる時あるのよ私。なんか面白い。ありがとうございます。そう、なんかもう尊敬枠で押されてる時ある。本当にでもすごい考え方とかまで好きになってくれてるのがすごい嬉しいなって思う。みんなにはなんかこう顔とかパフォーマンスとか、まあその全然その外見とかね、外側の部分だけでも自分のこと好きになってくれるだけですごい嬉しいことだなって思うんですけど、そういうなんか考え方みたいな内面的な部分までなんか好きになってくれて、なんか もはや好きを通り越して尊敬みたいなになってくれてることはめちゃくちゃ嬉しいなって思います。ちょっともっといろんな人にそう思ってもらえるように頑張りたいです。はい。次54。無人島に一つだけ持っていくとしたら、無人島に一個だけ、なんか生きていくことができるサバイバル能力を持った人間。確かにね、あのまあキャンプ道具一式持っていったら、それってでも一つって言っていいのかな。まあさ、生きていける気はするけど、その割とアウトドア、ね、キャンプとかして、まあ人よりも外で生きる能力はついてるかもしれないけど、でもさ、なんか食とかを考えた時にさ、なんか狩らなきゃいけないじゃん、狩りとかしなきゃいけないじゃないですか。そうなった時にちょっとさすがにできないから、なんかその狩りとかをできる人狩りとかをできる人だったり、なんか誰かがいれば結構何でもできる気がしない？なんか話し相手がいるだけでもさ、なんか心が楽になると思うし、人サバイバル能力が高そうな狩りのできる人を連れていく。あばれる君みたいな人かな。もういたら最強だね、多分ずっと生きていけるよそれ。それは絶対に生きていける。もう人を連れていくのが早い気がする。だってさ、そしたらさ、例えば道具とかがなくってもさ、これこうしたらなんかできそうじゃないみたいな相談しながらさ、自分たちで作れるかもしれないじゃん、何か道具を持っていくじゃなくて、うん、パッと思いつくのがパパしかおらん。まあ確かにね、手っ取り早くじゃあパパを連れて無人島へ行きます。もう全任せしちゃうと思う、パパだったら。そうそう、話してアイデアが生まれて、なんか一緒に作ったりとかできそう、一人じゃ思い浮かばないことをできそうだから、人を連れていくのが早いと思う。次55個目。明日世界が終わるとしたら何する。何するかな。うーん、みんなにありがとう伝える。
なんか、美味しいもの食べても終わっちゃうし、なんか自分が幸せになって終わるだけじゃんそれって。まあ自分は幸せになれたらいいけどさ、美味しいもの食べて終われるなら自分が幸せになってそれでいいけど、でもみんなにさありがとう伝えた方がさ、みんなも幸せな気持ちになれるじゃん。私もすごい嬉しい気持ちになるけど、みんなにも嬉しい気持ちにしてから世界が終わってほしいって思うじゃん。だからみんなに感謝を伝えてから私はこの世から消える。てか世界が終わんならみんな一斉に消えちゃうのか。だったらなおさらそうじゃない。みんなにさお互いにありがとう言って終わりたくない。かなって思うです。次、人生で一番高かった買い物。56個目。これね難しい。結構これなんかあんまり言わない方がいいのかな。結構ガチでリアルな話をすると多分美容代じゃない、なんかこうサロン系契約する系のやつ。たけ可愛くいるためにってお金かかる。そう、ね、ガチなこと言うと本当にそれじゃない、うん、契約する系の通う系サロンとか。あ、買い物かって言われるとまあ確かに難しいけど、でもいっぺんにこうお金を使うみたいなところで言うと多分そうだね。高い、とても高い。女の子って大変。そう、自己投資額がやっぱすごい高い。物だったらスマホかな。でもそうかもしれないよね。なんか今もうみんなが持ってた当たり前のものだからそんな高価に感じないけどさ、普通に高いよね。携帯15万ぐらいした気がする。そうかもしれない。出発ありがとうございました。いってらっしゃい。頑張ってください本当にみんな。確かにね、携帯が一番高いのかな、ものって言ったら15万以上の買い物なんかしたっけ。いやそうかもね、携帯なのかも実は。高い、携帯って高い。でもガチの本当にリアルな多分一番お金使ってるのはそういう美容系、美容関係です。次、人生で一番楽しかった思い出。今です。もうアイドルしてる時間が一番楽しいです。酔ってんのかなみたいな。今です。ね、本当にこれさ本当に思うんだけど、私辞めたらこんなに楽しい人生ないじゃん。アイドル以上に楽しい人生、いやわかんないよ、辞めたら辞めたら楽しい人生待ってんのかもしんないけどさ、なんかもう今楽しすぎてアイドルしてる時間がなんか自分にとってなんか天職なんだなって思う、もう本気で。
だからなんかこれからアイドル辞めて別の仕事に例えば就くってなった時に、私これ以上幸せに仕事なんてできないって思う。なんか自分の好きなことを仕事にするとさ、なんか嫌いになるとかって言ったりするけど、なんか絶対にそうならないじゃないですか。アイドルって好きだからなってるわけで、って思ったら本当に私アイドル辞めたらこれ以上楽しい人生ない。人生多分死ぬ前に人生振り返った時に一番楽しかったのってアイドル時代だなって絶対思うと思う。本当にこれ以上に楽しい人生なんて待ってる自信ない、怖いって思うぐらいに今一番楽しいですすごいふざけてるみたいに聞こえるかもしれないけど、これは本当にガチ今心から楽しいと思っている今です。はい、次いける、いや先にランキングを読んでおこう。ランキングを読みます。13位札幌の上谷さん、ありがとうございます。12位かんやとさん、ありがとうございます。11位りょうたさん、ありがとうございます。10位ラーメン大好きさん、ありがとうございます。9位 MS さん、ありがとうございます。8位ヒーローさん、ありがとうございます。7位ミーさん、ありがとうございます。6位ポールのうさぎさん、ありがとうございます。5位いろさん、ありがとうございます。4位ぶんちゃんさん、ありがとうございます。赤ずきんちゃんもありがとう。3位ほしーさん、ありがとうございます。赤ずきんちゃんありがとう。2位ゆきさん、ありがとうございます。おうちありがとうございます。そして1位はてるはやさん、ありがとうございます。いっぱいありがとうね、本当にありがとう。みんな朝から起きてくれて、もうお仕事とか始まってる方は、朝はねこの時間はこの時間で多分そうだよね、お仕事とか始まっちゃう方多いよね。昨日一昨日は逆に早すぎたけどありがとう。お元気、お元気祭りありがとう。今朝もありがとう、四十からさんお元気祭りありがとうございます。本当にもうずるい、いつも壇上読んでからお元気祭りするの壇上読み終わるの待ってたかのように、ありがとうね、本当にありがとうございます。で全然質問終わんなかったんだけど、終わらせる気あったんかっていうぐらいに終わんなかったんだけど、今は57個目まで終わりましたこれさ、やばい、イベント期間中に終わんない気がするんだけど、どうしよう。次はお昼にカラオケ配信をするつもりでいたんだけど、カラオケじゃなくてこう質問やった方がよくないえ、みんなはどっちがいい？昼もこれやる？カラオケがいい？いやそうだよね、終わらせるためには質問やるべきだよね。いやそう、でもカラオケももう多分イベント期間中はやらない気がする、これが最後な気がする。そう、夜さ公演後だからさ、メンバーと一緒に配信するってなったらできないよね。夜メンバーと配信するんだったらメンバーと配信するし、メンバーと配信しないんだったらじゃあ続きをやろうかな、まあ、公演の話もしながらそう時間が足りないの、本当にやりたいと思ってた企画がねやりきれないぐらいに実は時間が足りてないっていうそうなんですよ。じゃあ続きはお昼に、またお昼はでもカラオケにしようかな。というわけでありがとうございました。バイバーイ。